想像してください。大荒野の地下に広がる大洞窟もですよ。止まれ。洞国の洞窟に入ろうというつもりならば引き返すがいい。私たちは大荒野を乗り越えたんだ。ダイドルイド、中に何がいようと余裕だよ。見た目の美しさに騙されるな。洞窟内のあらゆる動植物は悪夢に汚されてしまった。それらがお前たちを引き裂こうとするだろう。バラバラに。かわいそうな動物たち、助けてあげなきゃ。そう簡単なことではないぞ。また追いよう。自然の力の使い手たちまでもがお前たちの敵に回るのだ。闇に落ちてしまった牙のドルイドたちが待ち受ける。彼らが操る大自然の力の前に、お前たちは、私たちは勝ってさらに栄光を重ねるわけだ。ホードのために。ホードのために。そして洞窟の深淵では、名城しがたい恐怖と戦うこととなろう。そこには悪夢が這い回り、触れるものすべてを歪ませて、この世にはありえない怪物どもを作り出しているのだ。お前たち5人が束になろうと、生き延びることは叶うのだ。よくわかったさ、ダイドルイドルーントーテム。ご忠告に感謝するさ。キムに命じて矢をもう困らさんけ。よろしい。さらばだ冒険者たちよ。旅の無事を。でも入るんだよね。うん、当然だ。よし。入ったって王子さんにはバレないよね。